イオン・ボイクは、ルーマニアのバイオリン奏者、指揮者。1923年ブカレスト生まれ、4歳からバイオリンに興味を持ち、ガラベット・アバキアンとバシリー・フィリップに、バイオリンの手ほどきを受けた。14歳の時に、ブカレスト音楽院へ入学して、コンスタンティン・ニクレスクのクラスでバイオリンを学び、1940年に、卒業した。音楽院を卒業後はしばらく、 ルーマニア放送還元楽団に団員として席を置いたが来園したウィレム・メンゲルベルクにソリストとしての才能を生み出される。1946年にはルーマニア国内で開かれた音楽コンクールに優勝しジョルジェ・エネスクの訓当を受けることとなった。1954年にはアブラム・ヤンポリスキーの下でさらなる研鑽を積んだがヤンポリスキーの没後は ダビット・オイストラフに支持している。1957年には帰国し、ルーマニアを中心に演奏活動を展開。1964年には、ルーマニアの国務委員より人民芸術家の称号を贈られた。1965年には、カーネギーホールでアメリカデビューを果たしている。1969年には、ブカレスト室内還元楽団を創設して、指揮者としても活動し、 1973年から10年間にわたってジョルジェネスクフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者を歴任した。ブカレストにて死去。ありがとうございます。